あ、トラ君発見。ねえねえ、今時間ある？ああ、課題ってやつなら行かねえぞ。今日は加賀先生が大阪でライブでお休みなので課題はありません。マジかよ、あいつライブとかするんか。タカトもナデシコもいないし、俺も帰りたかったんだけど。寂しいこと言わないでよ。とにかくこれ見て、すっごく面白そうなものを手に入れちゃったんだ。嫌な予感しかしない。じゃーん。6月27日発売のゲーム、クロックゼロ終焉の1秒ディボート。壊れた世界を君と生きるアドベンチャーゲーム、中学生編シナリオを追加して任天堂スイッチで登場です。半ばや半ば、あと半ばが活躍しますので予約してください。いやいや、宣伝があからさますぎんだろ。ああ、間違えちゃった。気を取り直して、じゃじゃーん。飲んだだけで大人になれちゃう怪しいジュース、さっき通りすがりの人にもらったんだ。いや、ダメだろ。いろんな設定が根幹から崩れるぞ。大丈夫、飲んでみたけどなんともなかったから。飲んだのかよ。からかわれたんだろ。大人になれるとか子供だま。半ばどうしたんですか？花房が消えた。つか誰だ？まさか半ばなのか？え、そうだけど、君たちもしかして。マジかよ。おい、カノ、見えてんの俺だけじゃねえよな。ああ、やっぱりそうだ。マドカと子供の頃の CZ メンバーだよね。もしかして僕、夢でも見てるのかな。待ってください。これは半ばを語った偽物です。まず口調が落ち着きすぎていますし、身長も高くなっています。よくわからないけど、子供の僕が何かやらかしたの？ごめんね、みんなに迷惑かけて。危ないことに巻き込んでない？いや、マジで花房にしては落ち着きすぎだよな。手品かなんかで入れ替わったんじゃねえの？そうだと思います。あまりに冷静すぎて、これは半ばではありません。ひどい言われようだな。でも僕は正真正銘花房半ばだよ。今は22歳だけどね。10年後、想像できないけど、どんな生活してるんだ？え？今は料理人やってて、あ、最近結婚しました。結婚？マジかよ。花房でも10年後とかになると結婚できるんか。半ばが結婚？誰とですか？簡単には許可できません。素行に問題のない身元のしっかりした人物でなければ。誰って、君たちもよく知ってる子で、すごく可愛くて優しくて、僕にはもったいない奥さんだよ。俺たちもよく知ってるって、まさかなでしこ。あれ、みんなどこ行ってたの？心配したんだよ。この底抜けにバカみたいに明るい声、本物の半ばです。あ、まだ信じられねえが、お前マジで大人になってたぜ。え、本当？あ、りったん、どうしたの？しばらくお前の顔は見たくない。なんで？僕なんかした？いやほっといてやれ。とにかくその怪しい飲み物は捨てた方がいいだろう。やばすぎる。でもまだ残っ、何やってんだよ。ったく、ガラス危ねえから脇に寄せとくぞ。ですが、これで処分できましたし、よか。
あ、おい、窓か？お前、なんか透けて…うわぁ、なんか怪しいお兄さんが出てきた。はぁ、あ、何なんですかこの状況。っていうか、まどかが消えちゃった。まどか、どこ？さっきと同じなら、大人の姿と入れ替わったってことか。いや、違うんじゃないか。どう見てもまどかじゃないだろう。僕は仕事をしていたはず。何か数値をいじりましたっけ？単純な転送なら影響はないはずですが。ねえねえ、お兄さん、もしかしてまどかなの？大人になれるジュースを飲んで、僕もさっき大人になったんだよ。はあ？ああ、なるほど。厳密には人違いです。なんだよかった。まどかがグレちゃったのかと思った。こんなヤバそうなやつが弟とか言われたら立ち直れねえよな。失礼なお子様たちですね。というか、変なことに巻き込まないでくださいよ。ただでさえ今日はレイン先輩の誕生パーティーの準備で忙しいんですから。さっきの半ばも何かの間違いだったんじゃないか。お前な、花房の結婚が信じられねえ気持ちはわかるが。あ、今なんて言いました？え、僕いつ結婚したの？相手は誰ですか？簡単には許可できません。そこに問題のない身元のしっかりした人物でなければ。どうしたんですか皆さん。幽霊でも見たような顔をしていますが。なんともない？つうか、弟はあれ飲んでないよな。同一人物かどうかは置いといて、なんで入れ替わったんだ？蒸発した液体を吸い込んだせいなら、俺たちまで…いや、まさかな。さすがに…西園寺、一瞬でフラグを回収するな。どこだここ？怪しいお兄さん2号だ。でもトラ君っぽいだよね。なんだこのガキ、慣れ慣れしいな。つかお前ら誰だよ？トラ君、僕たちのこと忘れちゃったの？ビービーうるせえな。おいガキ、礼儀ってもん教えてやろうか。俺たちは同級生だ。お前が小学6年生の時の。は？なんで同級生がガキになっちまってんだよ。いやだから、それはお前が大人になったからで。そもそも俺はガキの頃誰ともつるんだ覚えはねえ。小6の頃とか学校行ったのも数える程度だぜ。何言って、修也のことも覚えてないのか？修也？お前あいつのことを知ってんのか？殿さんのことは覚えてるんですね。ならなでしこさんは？なでしこならさっきまで一緒にいたが。え、ってことは大人のなでしこちゃん今何してるの？俺の隣で寝てるぜ。は？はずなんだが、マジでここどこだよ。こっちとら眠いんだっつの。なんでなでしこがお前の隣で寝てるんだ？んなの決まって。え、ガキに言うことじゃねえか。ま、大人の事情ってやつだ。それは二人きりですか？他の人もいるなら。なんだよ、うるせえな。あいつが俺以外の男と寝るとか許せるわけねえだろ。なでしこさんは半ばと結婚したのでは？え、僕ってなでしこちゃんと結婚したの？嘘だ。なんだ。うわ、トラ君だ。やっぱりこっちの方が安心するよ。はあ、まさか俺まで大人になってたのか？
短絡的で柄が悪く目つきが悪いところは同じでした。おい、喧嘩売ってんのか。でもちょっと変だったよ。僕たちのことを知らないって感じだったし。よくわかんないけど、加納がまた遠い目してるぞ。大丈夫か。お前の顔は永遠に見たくない。は？ここに高人さんがいなくてよかったですね。こんなの絶対悪い夢だ。だいたいジュースで大人になるとかありえないだろう。そろそろ夢から覚めるはず。リッタンさん、残念ながらお約束な流れのようです。ん？ここはリッタン、前髪が長えな。そこか。じゃなくてお前たちは。はいはい、質問。リッタンは結婚してるの？は？なんだいきなり。リッタンさんのために聞いてあげてるんです。まあ結婚予定ではあるな。婚約したばかりだ。それって相手はなでしこちゃん？そうだけど。謎が解けました。なでしこさんは将来結婚詐欺師になるようです。いやあいつに限ってそれはねえだろう。でなければなでしこさんは分裂して。そんな、なでしこちゃんが宇宙人だったなんて。なあ、こいつ放って盛り上がるのかわいそうだからやめてやれよ。お前に同情される方が泣けてくるんだが。というかお前西園寺だよな。それに中場と窓か。え、僕たちのことがわかるの？じゃあ本当にリッタンだ。子供の頃のつまり夢かなら気にしても仕方ないな。お前たち学校帰りか？他の奴らはどうしたんだ？高人さんとなでしこさんは家の用事で、殿さんはモデルの仕事です。今日は特別授業がお休みなので。そうか、仲良くやってるんだな。なんだか安心した。わあ、リッタン、なんかすっごく大人っぽくなったね。ん？子供の俺はいないのか？夢なら会えそうなもんだけど。会いたかったのか？なんか言いたいことでもあんのかよ。そうだな、一言だけ言うなら素直になれよだ。じゃないとなでしこに振られるぞって言っておいてくれ。あ、なんだ今の。視界がいきなり。カノ、素直になれよ。はっ。でなければなでしこさんに振られますよ。はあ。うん、これでミッション達成。よかったねリッタン。意味がわからないんだけど。まあそれは同意。マジでわけわかんねえな。とりあえず変な現象は落ち着いたようですね。全員で幻覚でも見たというオチの方がまだ信じられます。でもさ、あれはもしもの未来ってことかもしれないよ。それって僕たちの未来には無限の可能性があるってことじゃない？ポジティブだな。ま、未来は決まってるとか言われるよりはマシか。だな、俺は俺だ。未来とか知ったこっちゃねえ。そう、つまり僕がしつこくアタックし続ければトラ君が CZ メンバーをずっと覚えててくれる未来だって、殿がここに来てくれる未来だってあるわけだよ。は？今でも十分しつこいだろうが、お前らみてえな強烈な奴ら忘れたくても忘れらんねえよ。確かにな。リッタンさんが笑った。うるさい、もう帰るぞ。お？中場、どうしたんだ？ごめん、靴紐をほどけちゃった。
すぐ行く。よいしょっと。10年後か。10年経ってもみんなと一緒にいられるといいな。夢を叶えて、みんな笑顔で過ごせて、美味しいものがたくさん食べられる、そんな未来。そんな平和な未来が都合よく訪れないって知っていても、僕は信じていたい。未来の可能性が決まってなんていないこと、この暗くよどんだ空がいつか青空に変わること。あ、なんか今一瞬クラッと、気のせいかな。にしてもいい天気、明日も晴れますように。